ビデオダイアリー、ary, January the 12th, 2019ビデオ日誌2019年1月12日土曜日です。こんにちは。昼過ぎになってしまいました。昨夜遅く映画を見てきました。ストックホルムを舞台にした、まあ、スパイ的な 映画でした。スパイではありませんけどもね。まあ、陰謀にさらに陰謀が重なるという映画でした。まあ、眠かったんですけどもね、最後までしっかりと見てきました。その中で、こんなことを言ってましたね。いいセリフだなぁなんてね、えー、思ってましたので、それを皆さんに紹介するとですね、こう言いましたね。過去というのは過去ですよ。 過去というのはブラックホールだよって言うんですよね。過去というのはブラックホールのようなものだと言ったかな。なぜかというとね、過去に囚われていると、その中に吸い込まれて、つまりは消えてしまうということなんですね。なるほどな、というふうに思いました。過去というのはブラックホールのようなものなんだよ。 過去にこだわっているとね、そのブラックホールに吸い込まれて消えてしまう。消えてしまうという部分までは言わなかったかもしれませんけども、要するに、まあ、自分が自分で亡くなってしまうということなんではないでしょうかね。まあ、いいセルフだななんて思いましたのでね、後で言ってますか、今朝だったかな。ワイフに昨日の映画ね、いいこと言ったねなんてね、 あ,あそれを話しました。で、今日のビデオでありに戻りますけども、このところ毎朝ですね、私こんなことを考えるんですよ。朝目覚ましますよね。で、まあ、体も動く、ね、頭も、まあまあ動いていると思うんですけどもね、まあ、そういうことなんですよ。そして、起きるとすぐ、短くてますかね、整えて、 ランニングマシンの上で30分走るわけですよね。その時にいつもこう思うんですよね。今日も始まったぞ。あ、それは私の、あの、まあ、毎日のセリフなんですけどもね、起きると、おはようという前に、ワイフに、さあ、今日も始まったぞっていう言い方をするんですよね。まあ、いろんなバリエーションありますけども、大体それ、大体それに似たようなことを言うわけですよね。で、ランニングマシンの上に、 乗って走る頃にはですね、こう思うんですよ。今日も生きてるなって感じですよね。今日も生きてるぞっていう感じなんですよね。で、その時にこう思うんですよね。さあ、今日をどう生きるか、自分をどう生かそうかって考えるんですよね。えつまり、自分を、まあ、せっかくね、こういうありがたい一日、一日っていうものを、今私は、 まあ、教授という言い方では、あの、なかなかニュアンスが伝わりにくいんですけども、要するに分かりやすく言えばですね、まあ、生かしていただいているわけですよね。まあ、そういう感じ、強く持っているわけですけども、生きるなら生きるでいいわけですけども、その生きることをどう生かすかということなんですね。まあ、例えばね、誰かが、誰か、 まあ、宝何かね、宝くじでね、十万円当たったと。んなことありませんけどもね、当たっとしてるんですけどもね、はい、まあいいんですけども、十万円当たったと。まあ、それは当たった当たったって喜べ、喜ぶのはいい,んですいいんですけども、さあ、その十万円をどう生かすかっていうことなんですね。まあ、お金に例えるのはあまり好きではありませんけども、わかりやすいですからね、まあ、そのように例えてみるわけですけども、今日生きている。はい、生きている。 今日日一生きていけそうだ、はい、じゃあその生きていることをどう生かすかということなんですね。生かさなければただのね、宝の持ち腐れってことになってしまう可能性がありますからね。ですから、ふとそのランニングマシンの上で走りながら、毎朝このところを考えているんですけども、大切なことは生きる、まあもちろん生きるということは大切なことなんですけどもね、基盤ですから。 生きるということではなくて、その生きる、あら、生きているということをどう生かすかということなんですね。そのどう生かすかという部分で、えつまり、まあ、ある意味でね、生きる目的へとつながっていくわけですけどもね。ところが、まあ、毎日がね、このように繰り返しになってきますと、まあ、見た目のね、行動パターン、生活パターンは同じなんですけども、 まあこのように繰り返していきますと、本当に自分は生きていることを生かしているのかななんてね、思うわけですよ。で、生きるということは、結局はその生きていることをどう生かしていくかってことなんですね。生かさなければ、本当にただに、ただ生きをしているという意味での生きる。 生きをしているという意味,意味での生きるということになってしまうことになるわけです。つまり、もったいないということになるわけですよね。まあ、宝の持ち腐れという表現が、割と的確にその気持ちを表しているんじゃないかと思いますけどもね。で、毎日、毎朝ですね、それを考えて、さあ、今日は生きてるぞって感じでね、さあ、それをどう生かしておこうか、生かそうかってことを考えていくわけです。 なかなか難しいですね。今生きてることをどう生かすか。もっと言えば何のためにどうしてっていうことになってくるわけですけどもね。それがないと、なんて言いますか、チューブラリーな感じになってしまうのかなっていうことで、まあ、私は怖いんですけどもね、そういうチューブラリーな自分になるのがね。もともと私はそういう人間なもんですから、まあ、自分でね、自分を追い立てて、責め立てて、ね、 やらない、やらないと動かない人間なもんですから、しぶらにか、割と、割とずぼろなんですよね。そういう自分をよくしてるもんですから、まあその、そういう自分になりたくないというような、脅迫観念っていうのは、常にありますね。もし、ただ生きている、というだけで、息をしている、というだけでですね、毎日を過ごしていたら、その瞬間から、私たちの、いわゆるまあ、 まあね、また十自歳さえ話しになって恐縮なんですけども、老人組というのは、要するに死の待合室の中に入ってですね、あの長い長い椅子に座って、順番を待っているような感じになってしまうわけですよね。そうなりますと、5年、10年などというものは、あっという間に過ぎ去ってしまうだろうと思いますしね。まあ今までね、過去振り返ったときに、過去のね、5年、10年というのは、 あっという間に過ぎ去りましたから、この先5年10年というのもあと、あっという間に過ぎ去るだろうなということは、もう簡単に予測がつくわけですよね。ということになってしまうのではないのかな、ということで、さあ、どう生かそうか、というふうに考えるわけです。まあ、挑戦ということはもうあんまり考えませんね。挑戦したところでね、<laughs> どうしようもないしね。はい。まあど、とにかく自分が今生きているといせっかく生きている。 誰に対して、ということじゃありませんけれどもね、自分でせっかく生きているんですから、その生きていることをどういうふうに生かしていくかということが、毎朝このところ、まあ、ある意味でね、起きると同時に私のテーマになっています。で、ここ数日はですね、まあ、私の動画作りについて言うならばですね、まあ、楽しいからそれをしているわけですけども、やっぱりこう、フランス語でね、 ルーブル目がけて出すとかね。イタリア語でバチカンを目がけて出すとかね。まあそれが楽しいんですね。楽しいというか、新しいこう新分野が開けたっていう感じでね、フランス語、イタリア語で直接ぶつけてみると。まあ反応今のところね、チラホラとしかありませんけども、何でもそうですよね。私もこの動画作りをするようになってから、当初は、 ねえ、私はこれ面白い動画だと思うんだけどな、なんて作っていたんですけども、1日のアクセス数がね、5件とか10件。あの頃はまだ今よりは良かったんですけどもね。あの頃ってことは今が6、6年、7年前はですね、あの、いわゆるまあ、そのアップロードする人がまだ、それほど多くなかったんですけども、うん、多かったことは多かったんですけどもね。今のように、もうなんて言いますか、それこそね、中学生、 あれは小学生ですらもね、アップロードするようになってきた時代とは違いましてね、割と珍しがられた時代ですけども、まあそれでも一日、まあね、よく覚えてませんけど、二三日で二十件とかね、三十件程度だったんですよね。まあそのことを思えば、今ね、そのいろんな言語で出して、一日でね、五十件、百件とつきますから、まあ、感謝はしています。まあ、その頃よりはね、まあよく、良くなったんじゃないのかな、なんてね、自分で、 慰めて、めているようなところはありますけれどもね、慰めるというよりもどうなんでしょうかね。自分の気持ち、正直に言えば、ここが我慢のしど所っていうふうに考えています。我慢ということは、いきなりね、あの、動画出して、フランス人にバーッと受け入れ、受け入れられてですね、そしてということは、初めから考えていないわけですからね。まあ、そんなこと、初めから無理だということ分かってますから、あの、まあ、ここは、時、時の流れを増すと言いますかね、今、種をまいておく。 と言いますかね。1年後、2年後に芽が出てくればいいんじゃないのかな、という考え方で出しているわけです。まあ、がな、まあね、インターネットの時代ですから、瞬時瞬時にことが運ぶって言いながらも、そういった部分では気長に待つしかない、というふうに私は考えていますがね。ですから焦らないで、ここはじ、まあ今はね、ある意味で、その、練習って言いますかね。やっとね、 よちよち歩き始めた時ところですからね。私の動画もその,そのものも、やっとこう、よちよち歩き始めて、まあ、やっと一人立ちで歩けるようになったというところなんですね。その中に今度はフランス語であり、イタリア語なもんですから、まあ、赤ん坊みたいなもんですよね。ですから、まあ自分で自分をそう思いながらね、今が我慢のしどころだと。我慢してね、ここでね、短期を起こして、パッパッパッと判断するのは正しくないと。 我慢して、まず地道に現状を維持して、まあね、持続は力なり、なんて言いますからね、とりあえずとにかく使い続けてみるということですね。で、結構まあいろいろと問題点も出てきたわけですけど、まあそれはね、カバーしながら、その都度考えながら、克服しながら前に進んでいくということをしてみる。それは結構楽しいんですよね。まあ、その楽しんでするってことがやっぱり、 今の私には大切かななんてね、思ってます。思ってますってことは、まあね、皆さん、日本、この場ね、このビデオであり、を聞いてくださる方は、日本語、日本語でね、今話しているもんですから、ほとんどが日本人の方ってことになるわけですけども、そういう方にとっては多言語でね、ってことになりますけども、 ただ一つ違うのはやっぱりガイド用ってことに作ってますから、あの、新しい発見というよりは、その過去に作ったものの中からね、ええー、まあ作りやすいものを選んで、できるだけ短い短編ものにしてね、そして皆さんに、まあ外国に向けて配信しているということですね。そういう意味では、日本語というのは、 2%にもならないって言いますかね。全世界の人口の 1. 数にしかならないほどマイナーな、あの、言語ですからね。やっぱりこう、外国の人に訴えていくってことが大切ではないのかなというふうに私は考えています。と同時に、今ね、ここそれをずっとやってるわけですけども、新天地が開けたようでね、楽しいですね。まあ、どこかこう、閉鎖感が 漂っていたんですけどもね、その閉塞感を、まあ、あ、穴を開けたと言いますかね、まあ飛び出したというところまでまだ来てないんですけども、小さな穴を開けたというような感じで、まあ、世界のね、の爽やかな風がね、スーッと窓から入ってくる強風のようにね、入ってきたっていう感じです。ということで、まあ、今日はね、あの、あまり話になりませんでした。話というか、 何でもない話になってしまいましたけれども、話戻しますとね、今日の時間を、今日の命を、今日一日をね、えー、どういうふうに生かしていくか、ということを毎朝考えています。で、まあね、それはある意味で、どうなんでしょうね。どう受、まあその最後に、って言いますかね、一日が終わると今度は逆に、 えー、昨夜もね、映画を見てきたおかげで、家に帰ってから運動したんですけども、まあその運動をした、1日4回やることに決めてますからね、もうずっとそうしてますで、4回目が遅くなったもんですから、寝る前にしたんですけども、そういう時はこう考えればいいですね、あのだからそれがどうしたのっていう感じでね、だからそれがどうしたのって自分に問いかけてみると、意外と簡単に答えって出てくるんですよね、いわゆる価値のあることと、価値のないこと。 つまり、今日生かすことと生かさないこと。まあ生かすことはこれ重要なんですけどもね。生かさないこととはあるわけですけども、まあ生かさないことというのは日本語おかしいですけども、まあ自分を与えられた時間、命をね、どう生かしていくかという部分でね、いろんなことを私たちはするわけですけども、そのいろんなことをする一つずつについてね、だからそれがどうしたのっていうふうに自問してみると、意外と答えがさっと出てきますよね、あれね。不思議ですね。 なんか美味しいものを食べた。だからそれがどうしたのなんかいいことをした。だからそれがどうしたの今日は何々をのした。だからそれがどうしたので、やっぱりこの自分が自分を生かして生きた部分についてはずっしりと重いものが返ってきますよね。だからそれがどうしたのっていうふうに自分に問いかけた時にずしんときますねえ。ところがくだらないことでまあね一日を潰したってことになってきますと見た目には華やかでね。 まあ、それなりに価値があるように見えるかもしれませんけども、自分してみると何も残らないんですよね、あれね。あの、場合によってはね。だからそれがどうしたのって聞く、あの、自分で通ってみたときに、何にも出てこないんですね。跳ね返ってこないということですね。ですから私は逆に考えますと、まあ今日は朝起きた。このところね、先ほど言いましたように、朝起きるたびに生きてる。生きてることをどう生かしていくか。 さあ、どう生かそうかって考えるときに、まあ、頭の中であれこれスケジュールっぽいものが浮かんでくるわけですけども、そのつと、だからそれがどうしたのっていうふうに問いかけてみることによってですね、まあ、要するに、取捨選択しながら、そしてその余分なものを削り落としながらね、その中の中に光る大切なものを、えー、自分で選び出すことができるのではないのかなと思いますね。 だからそれがどうしたのって感じでね。でも他人に使っちゃいけませんよ、これね。この言葉。あの、失礼な言葉になりますからね。おい、林くん、今度な、どこどこでゴルフのコンペしてくるよ。だからそれがどうしたのなんて言っちゃうとね、喧嘩になりますからね。あくまでも自分に問う言葉として、その、だからそれがどうしたのということで、あの、<laughs> 自分に問いかけるっていう意味で使うわけですよね。まあ、その範囲でとどめながら、 使ってみてください。そうすると意外と簡単に答えが分かるということになるわけです。まあ人は人ですね。私は私ですから。まあいいじゃないですか。皆さんね、それぞれの方がそれぞれに幸せでね。まあその日、その日をそれぞれの価値観に基づいて充実させて生きていらっしゃるわけですから。干渉してはいけないし、逆に干渉されるのも嫌ですね、あれね。えー、数日前ですけども、話しましたけどもね。何々何何何何。 何々何何反省しなさい。だって書いてありましたね。ああ、私ね、あんまりはっきりその方に書きましたね。こういう書き込みは大変不愉快ですって。不愉快なんですよね、あれ。本当にね。私も人生一生懸命生きてきた方の人間ですから、相手の方がね、80歳、90歳で、さらに私以上に懸命に生きてきた方であり、私が恩師として認める方ならばね、愛知君、反省しなさい。 って言われましたらね、はいはい、わかりましたっていうことを言いますけどもね、まあひょっとしたら30代、40代の若い人にね、まだ人生の苦しみ、悲しみというものを、まあ、わかっていらっしゃるのかなって思うんですけども、そういう方がですね、まあそういう人もいらっしゃいますけどもね、私に向かって反省しなさいなんて言ったってね、私こう思うんですよ。ごちそうさまって <laughs>。ごちそうさま。内心でそう思ってね、パッと削除しますけどもね。はい。 ま、削除させていただきました。多分その方もこの動画、ビデオ代理聞いておられるかもしれませんけどもね。まあ、決して怒ってるわけじゃありませんからね。あの、ただ不愉快だっていうだけの話ですからね。はい。まあ、そういう形でありましたけども、まあ、 でもね、やっぱりそういう方の方がひょっとしたら光るって言いますかね、私にとって役に立つ、まあね、アドバイスをしてくださってる可能性も高いわけですから、まあそれはそれとして大切にさせていただきます。どうもすいませんでした。知らないこと言ったかもしれませんけどもね。はい。まあそれはいいんですけども、要するに今日のテーマは、どう生かすかってことですよね。要は、how to live。その live っていうのは、ただ生き、どう生きるかってことではなくて、自分の生きてることを その一日の生活の中でどう生かしていくかってことですね。はい。で、今日はですね、ちょっとそういうことでいいあ、あの、昨日の、ね、夜遅くまで夜遊びして帰ってきたもんですから、頭がぼんやりしてまして、先ほど英語版の一本ね、あの、出したんですけども、こう、頭がぼんやりしている時っていうのは、英語出てきませんね。はい。日本語は出てくるんですけどもね。はい。ということで、まあ、お末な動画になりましたけども、 まだね、よちよち歩きのひよこですけども、ひよこだという、まあ、そんなね、弁解って言いますか、ことはするのは私好きじゃないんですけども、まあ、そういう目で、どうか暖かく見守ってください。よろしくお願いします。では今日のビデオであり、これで失礼します。バイ